大谷翔平さんが毎回使ってるエンゼルスのシャワールームとトイレ洗面所をご覧ください。刑務所館、囚人かな。学校っぽくて楽しそう。しょぼい。丸太小屋からスタジアムに引っ越しやね。ここを丸太小屋とする。選手に何億ドルも出すならまずこっち直せよ。大谷の大谷を見放題じゃん。トイレとシャワー繋がってるのか。ちょっとしたホモなら天国だな。仕切りないとか嫌やな。ホモが歓喜するやつやん。他の球場は仕切りあったりするんか。仕切りないじゃん。エロいやろこれ。メジャーリーガーが使う施設とは思えんくらいしょぼいやん。市民プール。市民プールでも仕切りいたあるで。ここでトラウトとイチャイチャしてんのか。 MLB って金ないの。正直これでもアメリカではマシな部類な気がする。この小便器高すぎてほとんどの日本人届かんやろ。タイル床が地獄すぎる。日ハムに帰ってこいよ。トラウトはバイトいう風潮くさ。年俸以外にもこういう要素が原因でエンゼルスから移籍されるならしょうがないな。エンゼルスよりヤバい球団もっとありそうだが、アスレチックスは設備が古すぎるのも、選手が来たがらない理由とか言われてたしヤバそうやな。軍隊館エグいもっと華やかなイメージあったけど殺伐としてるんやな。しかもトイレットペーパーこれらしい。ドジャースでケツ吹くんか。近鉄の風呂やロッカーが汚すぎて逃げたやつメジャーもダメやろ。同様に TDM がいたら大変なことになるな。なお大谷は堅くなに家で入ると言ってここを使ったことがない模様。ロッカールーム内インタビュー中に後ろを上裸で通り過ぎる大谷の映像とかあったし使っとるやろ。ホモはメジャーリーガーになれ。今からエンゼルス目指すわ。ロッカールームが豪華なヤンキースのシャワールームどうなんや。高校に頃の部活もこんなもんだったし慣れてるやろ。高校でもちょっとした仕切りくらいありそうやけど。